石川愛理、山田優、高知由美、一冊兄ちゃん、アンナさん、シーサー、あらすじ。沖縄にあるアクターズスクールは、沖縄に住んでいる女の子の憧れの場所。アイリーはそこのオーディションに見事合格。同じクラスのユミたちと毎日レッスンに励んでます。そしてその中にはアイリーの憧れダパンプのイスタに兄ちゃんも。でも彼はメジャーデビューのために東京へ行ってしまいました。アイリーはいつかデビューでできるように胸に誓うのでした。そしてとうとう BB ウェーブスとして全国放送の番組の招集が決まったのです。そしてアクターズのコンサートでソロをやることに。ところが本番中に突然音楽が止まってしまったのです。しかしアイリーはなんと歌いきり感動をみんなに伝えました。石川愛理、高知由美、山田優、高谷正親、高谷亮、シーサー、あらすじ。沖縄にあるアクターズスクールは、沖縄に住んでいる女の子の憧れの場所。アイリーはそこのオーディションに見事合格。同じクラスのユミたちと毎日レッスンには励んでます。そしてその中にはアイリーの憧れダパンプのイースタ兄ちゃんも。でも彼らはメジャーデビューのために東京へ行ってしまいました。アイリーはいつかデビューで切るように胸に誓うのでした。アクターズスクールのコンサートはソロを歌った。アイリーは有名プロデューサーの高谷さんにスカウトされて、東京でのレッスンが始まりました。何度も目次軽装にならながら自分の歌に目覚めていったアイリー。デビューシングルは初日に売れ切れ、ちょっと1位に。